なんでそのことの素敵さというものをあなたたちは想像ができないんですか。そういえいやいや、そうなんですよ、あのエンターテインメントとしてというか富信氏が炸裂する隣で満面の笑みで現場の空気をいい感じにしてくれてるキューティースマイル、この方こそ映画監督本廣克行。踊る大捜査線ザ・ムービー2レインボーブリッジを封鎖せよでは未だ破られぬ日本実写映画の興行収入歴代1位を記録、日本映画界の第一人者だ。そして本廣監督は GGC リーダーズの一人でもあるんです。実物大ガンダムをどのように動かし、どうやって見た人の心を思いっきり動かすのか、知恵を出し合うエキスパートたち、かかる期待はとっても大きい。やっぱりファン目線で僕は何ができるか、これが見たいですっていうのを言い続けようかなと思っていて、ファン目線をとっても大事にする監督が待ち望んだ日がついにやってきた。おすごい。そう、動くガンダムとの初のご対面。今回は本廣監督がファン目線でガンダムを視察します。いやー、これはすごいっすね。アムロがいるよ。動くのかガンダム、夢への挑戦。ファンファンファン、ファン目線、本廣監督が楽しみます。そして念のために言っておきますが、仕事です。早速視察始めます。まずは全ファンが待ち望む観覧デッキ、ガンダムドックタワーへ。あ、これは普通にあの安全防護帯つけなくてもいける。はあ、ここまで行けるんですね。これはちょっと下から見るよりもインパクトありますね。あー、なるほど。おお、かっこいい。いきなり地上19メートルからのメインディッシュをペロリ。贅沢にガンダムを堪能。あれ、やっぱ上から見ると対比するものがあるから凄さが倍増しますよね。奥に氷川丸ですからね。ファン目線の質問に答えるべく観覧デッキで待っていたのはマエストロ川原さん。何でも聞いてください。自然と出てるコードとか、それがめちゃくちゃリアルですね。フロントスカートの上のあたりモーターとか見えてるんですよ。本当だ。あれ本当のモーターですね。機能美的になんか十分持つものはそのままでいいかな。だから今回のコンセプトはそう、動くガンダムですからね。これはそのままがいいのかな。動くガンダムは機能美としてむき出しのケーブルやモーターがデザインの一部となっている。細部を見せるデザインに感動のあまり、なかなかその場を動くことができません。ずっと見てられますよ。これ動くと、これでお酒飲みたいんじゃないの。なるほど。ガンダムバーガー。吉田さん、聞こえますか。お願いします。川原さんからサプライズ。なんとガンダムのある部分を動かしてくれるみたい。ガンダムが監督の方へ振り向いた。結構こっちの方が来ましたね。来ましたね。全部見られてます、ね、ガンダムが振り向くサプライズ。やっぱり人ってすごいもの見るとすげーって言っちゃうんだね。次に監督を待ち受けていたのはテクニカルディレクターの石井さん。安全装備をして向かうのは関係者以外立ち入り禁止のガンダムドック。狭い通路を通って抜けた先はガンダムの足元。足の裏まで見える。そうですね。いや、貴重。で、まあ、これ全体がだいたい120トンぐらい。120トンの重さで、まあ、レールに沿って8メートルぐらい前に出てる。今回のガンダム、動くからこそ足の裏までデザインされています。もしかしたら地上の観覧エリアからも見れちゃうかも。いやー、面白いわこれ。
でこの中に、この中によく見るとモーターが、あー本当だ、ホイールに収まってる感じです。すげえ、このシリンダーはちょっと初めて見ましたね。これ今までのガンダムなかったですね、こういうの。動かさないからですかね。そうですね、あとはなんか多分シリンダーのここまで大きなサイズのはないですね。初めて見た。元弘監督の萌えポイントがこちら。膝を曲げると伸びて見えてくるシリンダー。満面の笑みで撮影しまくる元弘監督ですが、あることに気づいたようです。これ どう撮っても CG にしか見えないですガンダムがあまりに巨大なため、写真と本物だと受ける印象が全然違うんです。そしてついに来ました、最上階。ここが一番、そうですね、見晴らしも良くて、いや、いいですね、全然風景が違う、うん、これの原寸大売ってたら僕買いますよちょっと短いんですよ。あ、そうなんですか、はい、やっぱ風の影響を考えると本当のプラモとかもうちょっと、はい、もう二回りぐらい長いんですよ。トニーさんたちすごいですね、これ持って戦うって実物にするからその違和感が面白いんでしょうね。あ、確かにそうですだってこれでこれやばいっすよ、これやばいっすよ。何がそんなにやばいって。いやー、これはすごいっすね、これやばい、これやばい、これやばい。そう、ドーン、コックピットだからです。これはちょっとあれじゃないですか、これ、うわー、わー、これぐらいのスペースになってる。アムロがいるよアムロはどんな表情で元弘監督を迎えたんでしょうか。全てのボキャブラリーを失い、ウォーとやばいしか言えなくなるほどの大興奮。やべえ、本日の興奮マックスいただきました。そして次に向かったのはこちらの小さな建物。しかしここ実はものすごく重要な場所でして。失礼します。ここで監督を待っていたのはシステムディレクターの吉崎さん。実はここガンダムを動かすための遠隔制御室。この PC の中でガンダム自体がどういう風に動くのかっていうのをあそこで出てるんですけど、シミュレーションするシステムも、くっついていまして、ここであのガンダムが動いていい時だけ動く、動いたらまずい時には動かないという判断をします。はい、でこの下にガンダムのそれぞれの各部のシステムがぶら下がっています。一つはハンド、手の制御装置ですね。手だけでこれがあります。その後にガンダム本体の制御装置、これが可動デッキっていう、うん、先ほど登られたところですね、うん、はい、あのデッキを動かすためのシステムですね。あ、デッキがこんだけかかると、これだけかかります。各パーツが大掛かりなシステムで制御管理されていることを知り、動く秘密を体感した元弘監督。僕もちょっとおすすめのポーズがあるんですけど、要は安彦さんのガンダムの S 字立ちみたいな。これは新しいポーズですね。地味なんですけど、地味なんですけど、なんかね、下から見た時にこのポーズがね一番かっこいいって。やれるところまでやってはい、これちゃんとあれします、写真出します。こちらが元弘監督おすすめの S 字立ち。体をひねり肘を外側に突っ張るような構え方がまるで仁王像のようでかっこいい。元弘監督、ファン目線のガンダム視察はいかがでしたか。準備の段階から CG とか塔体とかいろいろ見させていただいたんですけど、やっぱりこう実物前にするとリアクションできないですね、あ、すごすぎて。いや、これは本当に肉眼で見なきゃダメですね。子供たちが見たら人生変わるんじゃないかなっていう。夢が現実になることのワクワクをとてつもない熱量で伝えてくれた元弘監督、ありがとうございました。最後にディレクターズからお礼を兼ねてサプライズ。ガンダム動きます。おお、すごい。
次回。チラチラ見えるガンダムチラリ、ということでいろいろなガンチラお見せします。ガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下ふ頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるので、オープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。